Hello, everybody, and welcome back to Honkai Impact Chapter 40. Today, we're going to finish Chapter 40's main story. This one. Let's go. And I'm hoping I break my streak of accidentally freaking exiting out of the stream. Awakening the Ark from deep in her memory. Elsa's quietly taking in everything that happened in the dark. In Hesperus' ruins, he gazed into the distance and wore a thin smile. 簡単に言うと、抑えきれない自分の好奇心を満足させるために、自由を再び手に入れてから4日目に、僕は監獄に戻ったんだ。That sounds like a gray snake. それは狭苦しく、四角かった。Oh no, that's... 一人しか入れず、長いには向いていない。中にいると、寒さはゆっくりと肌に浸透して、血肉を硬直させ、その次は神経を凍らせる。That's more yardy. それは紛れもなく、冷蔵に似た保護措置だ。僕に与えられた苦痛の中で、ほんの少しの愉快さが存在すると感じてしまったくらいだよ。こうして僕は冬眠した獣のように体を丸くしながら寒さを溶かす視線を待っていたんだ。ここで最も特別な囚人としてそれほどの注目を浴びるべきだと僕は思う。しかしあの時の僕はまだ疑っていた。この来訪者は本当に僕のことを知っているのか？僕がタイミングよく目覚めたのはただの笑い話なんじゃないかってね。何はともあれ、コレクターや宇宙人よりも、やっぱり僕は探偵を相手にするべきだと、そう思わないかい？フカさん、陳列ケースの中にいる人のことを知ってるの？ Why is it back to here? ええ、彼は私の敵と言うべきでしょうか。ああ、昨日の出来事のような評価だね。実に懐かしい声だ。What? Fuka. Fuka. 彼は聡明な人というより狡猾な犯罪者でした。彼にとって犯罪は過ちではなく称賛されるべき芸術だったんです。 I'm trying to think this through right now. Who's the other person speaking? Yeah, and I just turned the game volume a bit further down.芸術といえば、僕はそのまま目を開いて、君に熱く一礼して、笑いながらこう話しかければよかったかもしれないね。久しぶり、親愛なる名探偵さん。と。そんな人がいたなんて、過去に何かトラウマでもあったのかな？ん？え？賢い人でもそんなバカなことをしでかしたりするの？これはこれは、子供の言葉は無邪気と言うべきかな。オレンジとブルーは傍観者だ。彼女たちがそう考えたのも理解できる。 The young boy spokeAnd interrupted the happy memories of reunion with old friends. そして僕にとっては、君も不可と同じように危険な存在だ。君が去ってから、彼女が来るまでに起きたあらゆるおかしな事件を、もう一度説明する必要はないよね。しかし君は僕のそばにいることを選んだ。Why did... So he's... What?
尖閣のビータ、君の心配は理解できるよ。最も聡明な彼が賢い選択をしたと思いきや、身を置いてからその中に隠された愚かさに気づき、慌てて抜けようとする。君がその考えを気にしていなくても、それは君たち7人の関係に影響を及ぼす。本当によく言うよ、僕たちが知り合ってから4日しか経っていないとは想像できないくらいだね。He's kind of good at reading people, I think. インディコ、2日だけだよ。私たちが彼に会ったのは昨日だったよね。Oh, that's the voice she has. I don't like that voice as much as the others. ああ。でも彼は、博物館を抜け出した時には、もうみんなのことを観察し始めていた。やっぱり、君はとっくに気づいていたんだね。しかし、僕は気になるんだ。町の管理者として。君はなぜ僕のような目立たない普通の人間に興味を持ったのかな？僕は視線に入る範囲内の存在に同じくらいの興味を持っている。君はたまたまその範囲内にいただけだ。 So he's interested in everything and he wants to know about everything, which is a very big problem because I think he found something he probably wish he hadn't. やっぱり僕たちは気が合うね。インディゴ、私たちはこれからどうすればいいの？現状を維持しよう。Change nothing? What? あの負荷という名の異邦人は彼とは違う。彼女の危険な一面は本人ですら気づいていないところにあるんだ。So, something's wrong with Fuha. Got it. ああ、彼女こそが真実を探るのにふさわしい。ふさわしいと適切はイコールじゃないよ。 Yeah, that is actually quite true. 君は少しも手加減しないね。しかし、好奇心と求知心は人類の本性だ。そして僕たちのようにその本性を自己実現へと昇華できる存在は実に少ない。常人とは肩を並べられない運命にあるんだ。There's a lot of things that are innately human nature. よく考えてみてくれ。僕たちが真実のために奔走しているさなかに、多くの人たちの目に映っているのは、衣食、安全、愛情だけだ。彼らは全力を尽くしても、社会での自分の些細なポジションしか守れない。それは自慢すべきことなのかな？それとも、あなたはもうご飯を食べなくてもいいし、秘密基地に隠れなくてもいいってこと？ Yeah, she just kind of, 君の話は一理あるね。確かに、僕たちは真空の中では生きていられない。それなら、今の話は僕が君たちとの共通点を見つけるために適当に作った虚言だとでも思っておいてくれ。変な人だね。Yeah, that's what you think. よくそう言われるよ。だが、僕に協力してくれた君たちに隠し事なんてしない。やり方は少し不器用だけどね。不器用？どうして？あなたが昨日話したことも確認できるまではもう少し時間がかかるけど、私は信じたいと思ってるよ。 You're too innocent. だってバイオレットちゃんも似たような言葉を言ったことがあるから。ん？それって君と彼女の秘密だったのか？秘密じゃないよ。もともとみんなに教えようと思ってたけど、いいタイミングが見つからなかっただけ。What were you gonna tell them? つまり僕は彼女のおかげで得をしたんだね。でも、信じてくれてありがとう。
本層のビタ。自ら解剖台の上に上がらないと君の信頼を得られないと思っていたんだが。また変なこと言って、そんな残酷なことはしないよ。彼女のことをよく知ってるなら誤解されるような発言はやめてほしい。いや。ああ、最善を尽くすよ。I like how it hasn't put their name on yet. うん、大丈夫。でも、今日の怪物たちはあなたとは無関係だって約束して。ああ、約束しよう。あの怪物たちと僕は無関係だ。というより、僕も奴らがなぜ現れたのか気になっている。気になってはいるが、君の言う通りに今の僕はまだ自身の安全を優先する必要がある。一撃で石柱を粉々にするあの名探偵は別として、あんな恐ろしい怪物に出くわしたら誰もが逃げるしかないだろう。だからそう心配はしないでくれ。彼女がいる限り君の仲間が危険な目に遭うことはないよ。それに演目はまだ始まったばかりだ。I wonder what he means by that. How should she put her current mood into words? After an eternity of silence, she still couldn't find the answer. Perhaps she felt some premonition when she saw that strangely familiar and huge building that was referred to as a forbidden ground. Perhaps when she first set sight on the bridge, the fracture right below it, she should have anticipated that this sigh would escape her own throat at some point. Anyways, the miracle holding all the hopes, the arc representing this resolution of the young girl, the spacecraft that lost contact with Earth 1500 years ago, is trapped in some ruins in the end. Cold as steel. Fuka-san? Dou ka shita no? She sounds like she's about to break down and cry a little bit. Orange-san.このマークを知っているんです。つまりここにあるこの橋は私の友人が設計製造した宇宙船の一部なんです。宇宙船？フカさん、宇宙船って何？ At the sight of the question swimming in Orange's eyes, Fuwa confirmed her initial theory againDespite the presence of convenient urban surveillance equipment, small robots that assist in city management, and recording cameras, the technological level here was far from the space age. Otherwise, Blue, the smartest one among the seven Vitas, would have said something like, I still have a lot to learn about the structure of this place. 宇宙船というのは、空の上を飛行する大きな船のことです。私たちの目の前にある橋はその船の中にある部屋の一つで、故郷では船室と呼ばれています。複雑だね。和光くん、オレンジさん、この変わった形をした橋はいつからあったんですか？ Where's the rest of the ship then?僕たちは天災が起きた後、みんなを率いてひびを乗り越えられる方法を探してた時に偶然この橋を見つけたんだ。その前、そうだね、新しい故郷を作り上げた後、私たちも集会で橋について話し合ったの。橋はもともと地下に埋もれてたんだけど、大地が割れちゃったでしょ。その時に種が土を破るようにひびの中から顔を出したっていうのがレッドの考えだった。 That's technically a possibility? でもバイオレットは
すぐに真逆の見方を口にしたの。橋は高いところから落ちてきたものだって彼女は考えてた。果物が地上に落ちるようにね。深さんの空の上を飛ぶ大きな船の話も合わせて考えると、バイオレットの考えの方がより可能性が高いかもしれないね。 What I was exactly just saying, and then they said the next line, okay. 船室の破損状況を見ると、当時は相当な衝撃を受けたようです。その一部がここにあるということは、宇宙船の本体もこの近くに落ちているんだと思います。もしかしたら例の禁足地にあるのかもしれません。 The warm atmosphere was completely shattered by those two words, which carried a sense of foreboding. It was at this moment that Cyan realized one of the reasons why Fuha was always furrowed her brow in thought. まさか深さんはとっくにそう考えてたけど、僕たちの肩書きを気にしてわざと黙ってたのかな。 Wait, is the ship one of the things that's causing the Honkai base to appear? そうとも言えますね。何しろ私は部外者ですし、郷に行っては郷に従うというように、ビタさんたちのルールに従って行動するべきです。でも私の推測が間違っていないと証明された以上、考えていたことを隠し続けるのはむしろ人情に背いていると思います。Despite the less than optimistic situation, she still carried a glimmer of hope as she gazed at the two young city representatives. ワコウ君、オレンジさん、グレーシュという名の女の子に会ったことはありますか？二人よりも少し年上で、今の身長は私とそう変わらないはずで、髪は綺麗な水色です。She gestured with her hands, searching hard in her mind for any other information about Grisio. After about 1,000 years, all the memories, happy or sad, seemed to be shrouded in a layer of mist, making them appear indistinct and evoking a sense of melancholy. そうだ。彼女は絵が得意で、いつも絵筆や絵の具、画板を持ち歩いています。本気になると地面や壁だけじゃなくて、彼女自身にも様々な絵の具の痕跡を残す人なんです。昔彼女はこの宇宙船に乗って旅に出ました。もし彼女に会ったことがあるなら、いいえ、話だけでも構いません。聞いたことがあるなら教えてほしいのです。グレーシュさんは深さんとどんな関係なの？ Friend? 彼女は大事な友人なんです。私にとっては数少ない同世代の人間でもあります。 After pondering hard and long, the two representatives shook their heads and looked towards Fuha with a tinge of embarrassment. ごめんね、フカさん。啓明にいた時はそんな人と会ったこともそういう話を聞いたこともないよ。ワコウはどう？僕も同じだよ。でも啓明で会ってはいないけど、兆候でもそうだとは限らないと思う。Why is there different words for the places now? Because I think this was the Hesperatus or whatever it was, and this was the other place. 普段みんなはめったにここに来ないし、もしかしたらグレーシュさんは宇宙船を出た後にずっとこの近くで暮らしてるのかもしれない。ワコウの言う通りだね。
運が良ければレッドを探してる最中にグレイシュさんの痕跡も見つけられるかもしれない。Fuha stood dumbfounded for a second. Before warmth slowly caressed her heart like a gentle breeze. Even though those two couldn't offer any actual clues, they were still trying their best to console her. Wakou-kun, Orange-san, 手伝おうとしてくれてありがとうございます。そう遠慮しないで、フカさん。僕たちはただできることをしたいだけだよ。ここにいるのが他のビタでもきっとみんな同じことを言ったと思うの。私たちは家族だからね。ね。では引き続きよろしくお願いします。グレッシュ、あなたが無事でありますように。 I hope so too。 フカさん、ここに何かがあるみたい。Investigate. Fuha took the object in Cyan's hand and dusted off lightly. Then the three stared at the transparent hemisphere that was slightly broken on the surface, but perfectly intact inside. これは中にあるのは小さな都市ですね。ここにゼンマイがあります。回してみますね。The moment Fuha let go.Mellow music came out of the crystal ball, while the micro-city inside began to move as the music played. Thanks to Blue's creativity and Purple's skillful hands, Cyan had seen many intricately designed music boxes, but he had never heard a melody so filled with deep emotion. It came from the distant past, tender like a dream, hazy like the rain.Every sound was filled with deep emotion, and each note was mesmerizing. The ripple of sentiment it sent passing through their bodies was heartbreakingly beautiful. But perhaps it was a malfunction of some component inside the crystal ball, but the micro-city only operated for a moment before suddenly disappearing, with its street lights going out and leaving nothing but darkness. Despite Fuha's relentless efforts to restart it,The unfinished music refused to play again. 残念だね。ええ。Her mind was haunted by thousands of thoughts and emotions. Fuha did her best not to reminisce about all her past feelings. Was it just a coincidence? As mellow as fine wine, as sparkly as gold, able to keep the original tune even after an eternity. But it ended abruptly.マコ、ひとまずこれはしまっておこう。インディゴを見つけたら彼とバイオレットに修理をお願いしてみよう。前回のお祭りでワコが人とぶつかっちゃってカメラが地面に落ちたじゃない。それでレンズとカメラ本体がボロボロになったけど、二人は一週間で直してくれたんだよ。うん、この小さな水晶玉なら2日くらいやれば直せるはず。じゃあ2人にお願いしてみますね。うん。ところでフカさんはこの曲を作った人のことを知ってるの？イーデン。はい、彼女とグレイシュ、そしてこの水晶玉と宇宙船を作った人は私の友人です。最初の友人なんです。そっか。でもこの水晶玉は船室が落下した時にここに飛んできたんだよね。おそらくは。じゃあグレイシュさんも。 If you're thrown from a cabin, if you're human, you wouldn't survive. But Grace isn't exactly human, I guess. バコ、ごめんなさい、そういう意味じゃないんだ。大丈夫、人は身も心も水晶玉よりずっと頑丈にできていますから。それにグレイシュは彼女は特別で信じられる人です。She was a
Yeah, fusion warrior, whatever. もしこのオルゴールがグレイシュさんのものなら、この近くにまだ何かがあるかもしれない。探してみよう。うん。ここに気になるものは特にないようだ。Is that right? Okay. That was a cough, if I've ever heard one. Fuha picked a book up off the ground. The cover had vanished, and the pages were all stuck together, with the writing long since reduced to blurred ink and patches. こんなになっちゃってると、インディゴとバイオレットでも直せないかも。大丈夫です。もしかしたら、まだ何か情報が残っているかもしれません。With that said, she carefully separated the pages that were stuck together. For a long while, she eventually stumbled across a paragraph that was still legible. One reason I kept my bag. Okay.美しくて悲しい物語だったね。この本の持ち主は和光とは違う感想を持ったみたいだよ。え？ここを見て。このページの最後に注釈があるでしょ。Pulling Orange's figures, or fingers, Cyan saw two sentences. The shellfish swam in the forest, while the butterflies flew into the ocean.Very end, they all found a new home for themselves. 書かれてるものから考えると、この物語は一層おとぎ話みたいに見えるね。フカさん、これもグレイシュさんの本なのかな？これはもう一人の科学者の知り合いが好きそうな本です。おそらくグレイシュをからかうつもりで送ったんだと思います。まさかグレイシュが受け取って最後まで読むとは本人も思っていなかったでしょうね。そういうことなんだ。でも相手がグレイシュだからこそ彼女はこの本を送ろうと思ったのかもしれません。無限の可能性を持つ子はきっと無限の意味を持つ答えを出しますから。でも無限といえば今さら気づくのも少し変だけど、どうして私とビタさんたちは普通に言葉が通じるのでしょう。 That's something you should have thought of earlier. 彼女たちは一体何者。フカさん、崩壊獣がまた現れた。ここは私に任せて、二人は隠れていてください。I have leveled these characters a good amount, so... こっちに来て。The enemy doesn't get to hit me until I want it to hit me. Because Fuha...Something big buried. Where's the thing buried? Following Orange's lead, Fuha's attention was quickly drawn to something shining red under the ruins. この曲牌はどうしてここに？ Her heart sank and a chill ran through her whole body. That's what she gave to her.The jade pendant, now grasped in her hand, was very important for both Grisio and her. Grisio always cherished things of great importance, unless... In a heartbeat, she became lost in her distant memories. It was many years ago.
a perfectly normal day. But thanks to Miss Pink's impulsive proposal, the day ended up being pretty special. While her friends have been giving each other gifts, we should try it too. So the 13 of us, don't forget to invite Mobius, Kevin. Gift giving wasn't her strong suit, so she was mulling over what gifts she would give whom before any names were drawn. What would she get the fiery Kalpas, or the tricky Dr. Mobius, or the one who started it all, who would accept anything but was difficult to read? She prepared in every way she could. It would have been a lot easier to give a gift to the more extreme among them. ドアから不安姉ちゃんが生えてきた。グレーシュ、今大丈夫ですか？絵を描いてるよ。そうでしたか。不安姉ちゃん、グレーシュ、私からのプレゼントですが、先に渡してもいいですか？Fuha inhaled quietly. It's funny to think she'd be this nervous in front of Grisio. でも、プレゼントを交換する日は明日だって、エリシアちゃんが言ってたよ。ええ、だから先に渡しておきたいんです。どうして？それは。You have something to do tomorrow? まあ、いいでしょう。I don't think for a while.She still couldn't bring herself to explain. Maybe she shouldn't have joined in their gift-giving game after all. And maybe she should have thought more deeply about the game's meaning before preparing her gift. Ina was planning on singing a song. Kalpas was going to make a special meal. Their gifts were unique, but didn't go overboard. Then there was hers. She grasped the jade pendant tightly in her hands. After hesitating for a few seconds, handed it to Grisio.グレーシュ、これは私が磨いた玉杯です。ありがとう。でもどうしてこの石は温かいの？ I accidentally double clicked there. You totally didn't use part of a freaking divine key to make that, did you? ずっと握りしめていたから熱が移ったのかもしれません。気にしないでください。She didn't mention the fact that she'd been lingering at the doorway for a total of 20 minutes. どうして気にする必要があるの？暖かくて、フア姉ちゃんみたいで好きだよ。それならいいのですが。フアお姉ちゃんが夜更かしして作ってくれたプレゼントって、この石のこと？今夜プレゼントを渡しに来るかもしれないから早めに部屋に戻るようにってエリシアちゃんに言われたの。ずっと待ってたけど誰もノックしなかった。だからドアを開けてみたの。そうしたらフアお姉ちゃんがいたんだよ。So she was waiting outside the door for 20 minutes, even though Grisio knew she was coming. Great. やはりそうでしたか。ふわお姉ちゃん、どうしてみんなの前でプレゼントを渡そうとしないの？それは私のゲームのプレゼントに対する理解が他のみんなとは少し違うみたいだったので。Okay, what do you mean by that?Grisio blinked, her eyes full of disbelief. Kozuma も言ってたよ。私のプレゼントに対する理解は、Kozuma とは違うって。でも、違うのも正しいよ。フワお姉ちゃんのプレゼントは、私とフワお姉ちゃんにとって大事なものを、私のところに置いて私が代わりに保管する。私のプレゼントはフワお姉ちゃんと私にとって大事なものをフワお姉ちゃんのところに置いてフワお姉ちゃんに保管してもらう。
So wait, Grisio got her? そうしたら、いつでもプレゼントは私たち二人のものだよ。そうですね。グレイシュの意見に賛成します。The past vanished like a mist. With a broken jade pendant, became warmer in her hands. It was like that night she spent lingering nervously at that doorway many millennia ago. そうですね。違うのも正しい。グレイシュ、必ずあなたを見つけ出すから。She put the jade pendant away.And smiled gratefully at Cyan and Orange. But they suddenly heard the roar of a monsters and a girl crying for help nearby. さっきのはレッドの声。フカさん、急がなきゃ。Blast the freaking door down. 早く片付けましょう。When you encounter tough enemies, you have to be a bit prouder. Oh yeah, you're the lightning one I needed. Wait, I could hold that to go further up. Okay, you almost died. Considering you almost got yourself killed, that was a stupid thing to do, I think. レッドさん、怪我はありませんか？大丈夫だよ。でも君がいなかったら多分ちょっぴり痛い目に遭ってたと思う。だからありがとう。どういたしまして。レッド、それはちょっぴり痛い目で済むような話じゃないでしょ。勝手な行動をしてそれでピンチに陥る。あなたはいつもそうだよね。オレンジお姉ちゃん、そう焦らないでよ。ほら、僕はこうして無事なんだし。You wouldn't have been if it wasn't for our help, though, is the problem. それに、ちょっとおかしなものを見つけたから、ここまで追ってきたんだ。おかしなものですか？そうだよ。日々に近づいた時に、向こうから人影が飛んでくるのを見たんだ。その影は僕たちと同じ高さで、様子がおかしかった。What did you see? 簡単に言えば人に似ていて人に似ていなかったんだ。人に似てない。幽霊かお化けみたいな存在だと思うんだ。とにかくあんな姿勢で高速移動できる人がいるなんてとても思えないよ。 You do know Fuha is right here, right? だから息を潜めて走って追いかけた。それでここに来たってわけ。Although I guess technically Fuha isn't completely human. でも、あと少しで捕まえられると思った途端に、それはスーッとひびに入り込んじゃって。That begs the question, how human are fusion fighters? Red suddenly got excited and clapped her hands, sending a shiver through Cyan's whole body. ひびまで追ってきて辺りを探し回ったんだけど、収穫は全くなかった。でその後は崩壊獣と君たちに出会ったって感じかな。足跡とかはありましたか？僕の足跡ならあちこちにあったけど、あいつのは全然見つからなかったよ。足跡のない人影。まあその話は一旦置いておいて、目の前のことを優先しなければ。
だから瞬きする間に逃げちゃうのが怖くて、あまり目を閉じずにじーっと見てたの。それはもういいから。はいはい、わかったよ、もう言わない。それにしてもここの崩壊獣は以前と比べてすごく大きくなってるのに、フカは相変わらず一撃で仕留めてて本当にすごいよ。実は昔崩壊獣を倒す仕事をしていたのです。時間を重ねることでそれなりの経験を積むことができました。 Yeah, I don't think anyone else still living has more experience fighting against Honkai Beast than she does. 私から見ればそれほど手強くはありません。でもそれとは別にして、形態と破壊力から見れば、最初に慶明で遭遇した崩壊獣と比べると相当強くなっています。それについて考えられる理由は2つあります。場所と時間です。まずは場所。もしかしたら慶明と比べて兆候はより崩壊獣が生まれやすいのかもしれません。しかもこの場合、崩壊獣が生まれやすい理由が分かれば、奴らがこの地に現れた原因を突き止め全滅させることができます。もう一つは時間ですね。時とともに兆候でも慶明でも崩壊現象が次々と広がっている可能性。この場合、最悪の場合、残されている時間はごくわずかなのかもしれません。 When they heard this, the three city representatives all fell silent, lost in thought. There was a tactic understanding that this was a life and death situation for their world. オレンジお姉ちゃん、ブルー、フカを禁足地に連れて行こう。彼女ならきっと大丈夫だよ。いいえ、ダメです。 Is that...バイオレットちゃん、それにリツちゃん、どうして兆候まで来たの？慶明の方はどう？インディゴとイエローちゃんは見つかった？君は相変わらずせっかちだ。順番に説明するからちゃんと聞いて。まず慶明の方だけど、僕とバイオレットはすでに避難誘導を済ませバリケードも設置した。それとフカが以前頑張ってくれたおかげで現在異変はしばらく収まった状態だ。インディゴとイエローの方は町の訪問記録を調べてみたところ、彼らが最後に訪れた場所は博物館だと判明した。でも今朝フカさんを連れて博物館に行ったけど、インディゴとイエローには会ってないよ。博物館の扉の開錠記録を見ましたが、インディゴとイエローはみんなより先に博物館を訪れています。多分みんな私たちより先なの。ああ、だから博物館に訪れても何一つ収穫がなかったんだ。 What do you mean nothing? リツ姉さん、 She's withholding information. どうしたんだバイオレット？いいえ何も。 Yeah, they don't want Fuha to know something.何もってそんなわけないでしょ。大声でダメですって叫んでたじゃない。そうですね、申し訳ないんですけど、フカさんを禁足地まで案内するべきではないって思ってますから。その理由は私の勘です。With thatPurple had completely deflated Red's initial enthusiasm. そんな。She couldn't ignore the power of Purple's intuition. Although intuition failed her every once in a while, Purple never lost from playing rock, paper, scissors with Orange and with Blue, who wasn't there at the moment. Eye contact, rhythm. Purple cues as players get ready, the player's mental state. Even the dexterity of one's hands could influence the outcome. Meanwhile,Purple didn't need to think about any of those things. Whenever she played, her victory was assured. Violet-chan の勘はめったに外れないけど、それでもフカを連れて行ってみる価値はあると思うよ。リツちゃんも言ってたよね。現在異変はしばらく収まった状態って。
だからこそこの隙に調査をガンガン進めて一刻も早く事態を解決するべきだよ。そういえばバイオレットちゃん、崩壊獣の発生源がどこにあるのか勘でわかるの？もしかして禁足地だったりする？さすがにそんなことはできません。でも勘によると多分インディゴとイエローは今のところ無事ですよ。 That's good. うん。But they're hiding from you. って、こういう時は多分じゃなくてきっとって言うべきだよ。とにかく話を一旦元に戻さない？私はレッドの意見に賛成だよ。今のところ啓明と兆候を一周して捜索したけど禁足地には入ってない。一番可能性のある選択肢をそのままにして曖昧な手がかりにしがみついて待ち続けるなんてどう考えてもおかしいもん。これで賛成は2票だね。ブルーはどう？僕もレッドに賛成するよ。 That's 3-2. Majority wins. 深さんはいろいろ手伝ってくれたし、さっきはレッドのことも助けてくれた。それに彼女の仲間も禁足地にいるかもしれない。フカの仲間？ Sayan shared a detailed account of Fuha's theories and what they found along the way. そういうことか。それならフカ、異邦人として君自身はどう思っている？できれば調査のために禁足地に連れて行ってもらいたいと思っています。しかし以前入手した情報によると、あなたたちは禁足地に入れないどころか、そこに何があるのかすらわからないようです。それを含めて考えると、皆さんにとって紛れもなく一種のリスクであることはわかります。何の監視もつけない状態で町の代理人すら入れない禁足地を異邦人に探索させることになりますから。しかし私自身の意思から言うと、そのリスクは背負わなければなりません。和光君が言ったように、私の仲間が禁足地にいるかもしれないのです。調査できる貴重なチャンスを諦めるわけにはいきません。思っていたより誠実なんだね、フカ。それこそが信頼を勝ち取る唯一の方法です。それじゃあリツ姉さんは？君たち3人はフカを禁足地へ連れていくことの正当性をきちんと分析しているし、彼女もその行動がもたらすデメリットを素直に打ち明けている。彼女が禁足地に入れるかどうかは誰もわからないけど、それを前提にして一度試してもらおうと思う。そして何かが起こったら対策を考えよう。試すですか？簡単なことだよ。僕たちが扉を開けるからフカは中に入ってくれればいい。僕たちみたいに迷子になって直接扉から出てくるようなことがなかったら成功だよ。そういう意味で禁足地だったのですね。わかりました。あ、そういえばもう4人も賛成してるね。圧倒的勝利だよ。レッド、何か大事なことを忘れてない？重要な何かを決める集会では全員が賛成じゃないと実行には移せないの。Must be unanimous. バイオレットちゃんも説得しないといけないの？そうですね。バイオレットさんはどう考えていますか？フカさんはいい人です。でもいい人だからこそ禁足地に入ってほしくないんです。What do you mean by that? What do you know? 来る途中に勘が教えてくれたんです。みんながこれから行う選択はターニングポイントになるかもしれないって。私はいつもみんなに迷惑をかけてますし、今回の反対理由はあまりにも説得力に欠けてます。それでもフカさん、考え直してくれませんか？あなたが諦めてくれれば投票の意味もなくなります。She's going through this. If she has a chance to find grace, she'll go through freaking hell and high water for it. バイオレットさん、気を使ってくれてありがとうございます。でも、たとえ
皆さんと少々揉めたとしても、私は考えを貫きます。何しろ禁足地には仲間や彼女が残した手がかりがあるかもしれませんから。 Yep. It doesn't matter what happens. She's going there. もしバイオレットさんが似たような選択を突きつけられたとしたら、きっと私以上に決意を固めて決して譲らないと思います。もしその先にあるのが未知だとしても、勘に背いている決断だとしても。わかりました、フカさん。でも本当に禁足地に入れたとしても絶対に気をつけてくださいね。怪我でもしたらオレンジ姉さんやブルーも悲しみますから。ええ、気をつけます。それに助けてくれた皆さんのためにも、私は最善を尽くして崩壊の発生源を見つけなければなりません。意見が一致したみたいだね。それじゃ、ワコ、フカさんを案内してあげて。私はちょっとバイオレットと二人で話したいことがあるの。あそこでフカさんを待ってるね。準備ができたら探しに来て。はい。Dr. Erudite Vita or other representatives. Observe. そういえば、前までは誰かが禁足地に入った。状況が状況だからね。僕とバイオレットが避難誘導してた時に遭遇した方、彼女の行動理由が、たとえ僕たちと違ってたとしても、共通の理。はいはい、分かってる分かってる。リツちゃんはそう言ってるけど。へへ、やっと言えた。初めて会った時からそう呼びたかったんだ。え、どうしてですか？ Why did you want to call her the great detective? まずはロジカルな考え方、次に無知。それはとにかく優秀な探偵は最も精錬された言葉で事件の勘では、バイオレットちゃんに劣ってるかもしれないけど。あだ名をつけるのが好きなだけだろ。そうかな。それよりフカ、レッドと住民たちを、さっきは少し耳の痛い話をしてしまったかもしれない。とにかくくれぐれも気をつけ。分かっています。リツちゃんはいつも真面目すぎるから尊敬は。君もあまりか。それはリツちゃん。 I'm talking to everybody just because I feel like this is gonna be an important thing next. バイオレット、私は別に。本当？博物館で何か見つけたんでしょ？動く。オレンジ姉さん、どうして？違います。その、つまり。バイオレット、知ってる？嘘が下手なのに、どうしても秘密を守りたいときは話さないことが一番の得策なんだよ。 The truth. それか、いっそのことイエローみたいに他の人に何も言わせなければいいの。That works too. そんなの。はいはい、もうこれ以上は探れ。それにしても、そこのお姉さん。ああ、すみません、うっかりそのまま聞いてしまう。それに、Wow, I actually got talked to for that. 行きましょうか。うん。禁足地の扉、開けるときにみんなの力を合わせる必要はないのですか？必要ないよ。だってこれはただの扉だから。でも博物館と同じように権限が必要なんだ。フカさん、着いたよ。Abnormal was the first word to spring to Fuha's mind at the sight of this place. Similar to the architectural style of Enlightenment, the entrance of the forbidden area also had a very modern lock hole device embedded in the seemingly ancient brick walls. Under the giant lock hole was a thick door made from some kind of metal. Walking in front of the door, Fuha bent over and looked around for a while. Wako-kun, 前に扉を開けたのはいつですか？いつだったかな。そうだ、天災の影響を調査するために新たな住処が完成した後、ここに戻ってきたことがあるよ。So a very long time ago. ワコー君の話が本当なら、
扉に刻まれた模様には大量の埃が残っているはず。でも溝には少ししか残っていない。それと地面にも戦場の跡がある。 So somebody has been opening and closing that door. つまりこの扉は最近誰かによって開けられている。そしてワコ君はこのことを知らない。それとも彼が嘘をついているのでしょうか。I think it's somebody's opened the door. After everything they've experienced together, she could hardly entertain the second explanation. Instead, she just became a little more alert to the forbidden area itself. ワコー君、私の理解が正しければ、グリーンさんの言ってたビタ、つまり町の代理人として入れないことと、入っても出されてしまうことです。うん。なんだか扉の裏にある世界に歓迎されてないみたいで、多分自分たちが管理してる町を勝手に離れたことと関係があるのかもしれない。もちろんそんなことをしたのはたった一回、うん、二回だけどね。その後は扉の裏にある世界を禁足地として訪れないようにしたんですね。He sounds actually kind of mirthful at that. 以前から何度も強調されていた町の代理人のルール。それはおそらく違反してはならない何かの法律ではなく、非そうでなければ私を禁足地に入らせるかどうかを話し合う必要なんてありませんから。その通りだよ。深さんは勘が鋭いね。私はただ皆さんが話していたことを簡単に整理しただけです。でももし私が入れるとしたら、皆さんが禁足地に入れない問題を解決する新たな糸口を見つけられるかもしれません。禁足地は町の代理人であるあなたたちを拒んでいると先ほど言ってましたよね。もし啓明に属さない異邦人である私を受け入れられるとしたら、禁足地はあなたたちのためにあるのだと思う。ワコ君、大丈夫ですか？深さん、ありがとう。僕は大丈夫。さっきは何かにつまずいただけだ。あちこちに石ころが転がってますね。雑草もかなり長く伸びてますし、歩くときは気をつけてください。うん、そうだ。いろいろ話したけど、やっぱり入れるかどうかを深さんに試してもらった方がいいと思う。ではワコー君、お願いします。わかった。 As a responding to Fuha's encouragement, Erudite took a step forwardand stood before the door. He clenched his fist and took a deep breath as he raised the key in front of his chest. お願い、我和光の名を持って扉よ、開け。The current of light emitted from inside the gateGradually surrounded Fuha until it swallowed her whole. Cyan countered in his head. Based on his past experience, they returned to the same spot within 1 minute, guided by the misty veil of light. But now, 5 minutes had already passed. Fuka-san はどうやら成功したみたいだ。よかった。早く戻ってみんなに知らせないと。Did he just get stabbed? Lifting his palm, Cyan saw blood. This time he had paid attention while walking. What happened? Did somebody stab him? ここが禁足地。足元の地面の他に見えるものは全て真っ白な霧だけだ。それだけじゃない。くぐった扉も消えてしまった。
And it's the last of the chapter. 先に進みましょう。This is the last of chapter 40. これは漁師の海の生き物。金属地はもしかして独立する世界の泡？ That is actually very possible. This, I actually very dislike the way that they had this set up. I don't have a reference for how far that view was away. Please be the last one, yes.Who's that standing beside her?確認しなければ。レッドさん。What's going on? The moment her finger made contact with the person, a prickling pain ensued. Fua instinctively recoiled. The torrent formed by countless images had rushed into her mind with a deafening roar, accompanying the pain. はいはい。何かあったの？ゆっ。いたお姉ちゃん。義神、何があったのか教えてくれないならもう行っちゃうよ。あ、違う、本当に行くよ。日が暮れた後に。え、やだ、全部話すから。昨日の夜パトロールが終わった頃にしおちゃんが僕の知らないおもちゃと遊んでるところを見かけたんだ。でもしゅうちゃんは全然返事をしてくれなくて、聞こえなかったのかなと思ってもう一度声をかけたんだ。もう一度話しかけてもしゅうちゃんは答える気はないみたいで、ずっと。それでちょっと気まずくなって一旦しゅうちゃんの友達と喋ったんだよ。それでしゅうちゃんがようやく振り返ってくれたんだ。目が合った時慌てて彼を呼び止めて、しゅうちゃん、それは何のおもちゃ？なんだかすごそうだね。ちょっと見せてくれない？でもしゅうちゃんは、かすぎりなんてないって。それ、 Why did he say what? その後しゅうちゃんの友達と何かを話したような気がするけど、ない。しゅうの言葉しか覚えてないんだね。そうでしょ？うん。ピタお姉ちゃん、もし今晩しゅうちゃんに謝りに行ったら許してくれるかな。 Why do you have to apologize? 自分の何が悪かったのかもわからないのにどうして先に謝るの？ Now, apparently in this game I keep on saying things just before the next character would say it. 慌てて仲直りしようとするよりも自分の問題をはっきりさせた方がいい。あ、でもそれを直すべきかどうかがわからなかったら。え、あのあとしゅうちゃんの友達に自分が何か悪いことをしたのかな、それとも単に機嫌が悪かったのかなって聞いてみたんだ。それでどうだったの？しゅうちゃんの友達は、しゅうはただ僕たちが仲良くなってるのを見てしばらく君のことを見たくないだけだよ、別に落ち込まなくても大丈夫。なるほど、友達の間にある独占欲だったのか。でも前まではしゅうちゃんとすっごく仲が良かったんだよ。義神、気持ちはわかる。そんなことがあったら誰だって落ち込むよね。 Why is Fuha seeing this? 本当にそんな些細なことのせいで昔みたいに仲良くできなくなるのって。でもね、全ての人に自分を好きになってもらうわけにはいかない。それは他人に対しても自分にとっても負担なんだ。世界を作った神様でさえ自分の信者に裏切られる。そういった愛や憎悪は生きている限りずっとつきまとってくるよ。
じゃあ僕はどうすればいいの？そんなの自分で自分を好きになればいい。自分に好意を寄せて自分を嫌っている人たちは放っておけばいい。僕を信じて。うん、わかった。ありがとう、ピタお姉ちゃん。でも夜になったらもう一度シュウちゃんと話してみる。え？謝るわけじゃないよ。ただちゃんと。そうだね。知らない状態から友達になる。何もない霧なんかを見つめてないで、ついてきて。あなたは誰ですか？こっちに来てくれれば教えてあげるよ。どうやら相手は私よりも禁足地について詳しいみたいだ。しかし問題は、彼女を信じて光の塊についていくべきか、それとも自力で先に進むべきか。あなたは誰ですか？僕？ビータ。僕の名前はピ。しばらく会うことはできないけど、こうして同行している間はちゃんと案内してあげるよ。どうして私のことを助けてくれるのですか？さて、どうしてだろうね。好奇心旺盛だからかな。その話は一旦後にしよう。何しろ一つ目のバグがもう現れてるからね。タッチ。バグ、このコンソールのことですか？そうそう。なぜこんな霧に包まれた場所に現れたのですか？君から見た禁足地は霧まみれなんだね。じゃあ僕は？僕はどんな姿をしてるの？あなたは光の塊です。どうやら想像力に欠けているようだね。僕によって生み出された幻覚ならきっと花や草に囲まれた生き生きとした風景になると思うよ。そうそう、ハルシネーション。冗談だよ。要するに君が見ているノームは幻覚が現実にかけた帳のようなものなんだ。もちろん幻覚の現れ方は君自身に深く関わっている。 Is that why Cyan tripped? The whole world is actually just an illusion? So even though he was looking where he was going, there was something that was there, but the illusion was covering up or something? I don't know. コンソールの方は初めから現実に存在しているものだよ。巧みに仕掛けられた。ではバグを拡大させることで幻覚を引き裂き、再び真実へと戻れるんですね。その通りだよ。穴の開いた窓ガラスがすぐに全部砕けてしまうみたいにね。話を聞けばそう難しいことでもないように聞こえますが、具体的にはどうすればいいのでしょう？まずはコンソールに手をつけて、それから君の手を通して僕がバグの中に入って使え。何かを企んでるとでも？こんな状況で助けてくれる人に出会えてとても感謝しています。ですが善意を示した後に命を狙いに来る人にも会ったことがあります。カフアロカフカフ。しかしどの道今は選択の余地がありません。ですから B さん。了解。After a while of silent waiting, recorded by Grisio. It's far bigger and darker than how it is pictured in books. As complicated as pattern on shell represent the land. The only source of light on land is where I lived. As blue outside the land is the sea. It's vast in the land, but smaller than the galaxy. There's sand in an entire beach. Now the earth is now rotated to the other side, and I can only see half of the sea.So big is the galaxy that everyone speaks of. Fu's heart was instantly filled with happiness. Even though she predicted this and had found a lot of evidence along the way, the word Grisio still gave her quite an emotional shock. やっぱりそうなんですね。そんなに上機嫌になるなんて僕も嬉しいよ。でも残念なことにここのバグは小さかったから
割り出せる情報は限られてる。でも次のバグはこんなものじゃないかもしれないよ。ごめんね、うっかり禁足地の自動防衛システムに触れちゃった。心配いりません、こんなものは邪魔になりませんから。There, those are dead. フカはすごいんだね。これぐらい問題ありません。そういえば、B さんは崩壊獣や量子生物のことを知っていますか？君が目にしていた怪物のコードネームかな。随分と複雑そうだね。そういう難しいのはとても嫌いなんだ。全部モンスターとかにすればいいのに。そうですね、私も同意します。何はともあれ、今は奥に入って調べる最善のタイミングではありません。 B さん、続けて進みましょう。グレイシュを見つけることが目的。ああ、 I'm just waiting for where they're gonna leave the cliffhanger。どうやら彼女との距離が短くなってきたようです。 What was that? フカ、前みたいに手をガバンに乗せて。わかりました。 In an instant the mist ahead vanished and this place was a curtain of pure white. マービン、私が何を書いてるか気になるの？私はね、星を描いてるの。この星は最初は真っ白で何もない。カラーブロックで星を作ることはできないって分かってる。でも絵筆を握ってるのは私だから。 Wait, is this world created by Grace? それに見たことがあるの、みんなが自分の絵筆で描いた色を。大半の昔の人はちょっと違ってた。あの頃のみんなは色を一つや二つしか持ってなかったの。でも今この星には誰も住んでいない。それを考えれば純粋な白で間違いないよ。白は調和から外れたあらゆる色を受け入れてくれて、どんな色でも描ける可能性を秘めてる。例えば私なら緑を塗る。白い地球に戻ってみんなと一緒に生活してた頃、大地は緑に満ちてたの。森を巡って舞い上がる鳥の群れ、密林を沿って流れる涼しいせせらぎ、そこにマービン、私の星は地球と同じだと思う？うん、同じじゃないよ。地球の緑は流れる緑、黄色になったり褐色になったりする。でも、yeah. 私の星では緑は枯れない。 Yeah, I'm convinced she created this planet. 長く輝く極光のように、どんな季節になってもそこに青い空や白い雲、星にとっての空はもう一つの大地。白い雲にはどうして人間がいないのかって。だってこの星は箱舟の種をまくためにあるわけじゃ。だ、宇宙にはこんな星があるべきだと思っただけ。マービンにはわからないかもしれないけど、種をまくとここは視点も人間の色とこの星が持つ白、緑、青が溶け合うと一体どんな色になるんだろう。このグレーシュっていう人の気持ち、すごく膨張こそが命の本質。
それは不可逆で止めづらい。種が地に落ちた瞬間、この土地だけじゃなく種をまいた人にだって気づきにくい何らかの変化が訪れる。だから彼女は自分の仕事とその行為によって得をする人々を再び見直すときに迷いを感じるのだろうね。Hua didn't comment further, but suddenly remembered a certain someone. Standing with their backs dazed on a mountaintop, the person seemed to be gazing at something with a dazed look on their face. At the base of the mountain, lights started to shine one by one, with the common hustle and bustle, as well as the once ordinary souls. 迷い。長い道程をたどった人たちは、みんな似たような気持ちになるのでしょうか。Yeah. ケビンもそう。スー、私、グレーシュだってそうなった。幸い誰かがグレーシュのそばにいてくれたみたい。マービン、箱舟の補給機関に新しく知り合った友達かもしれない。それにしても B さんは一体。おや、また何かとんでもないものを見つけてしまったみたいだよ。Okay. 今日はかなりの悪天候。視程は短く、吹雪も続いてる。現地資源の採取効率は 25%。 作業は順調に進んでて、約39時間後にウォータータンクとエネルギータンクの補給が完了する。この準惑星は火星と似てる寒い荒廃惑星で、星の表面はメタンでできた雪に覆われてる。箱舟の着陸地点の東から約 3400km のところに、北東から南西方向に伸びる山脈があって、そのおかげで吹雪による損耗はかなり減ってる。それと以前出した通信に地球側からの応答は未だなし。原因不明。この星に着陸した理由は、種をまくためじゃなくて、今後の探索に向けて資源を補給するため。マービンには火星と似てる場所を見つけたなんて理由で勝手に休眠を中止して、どこにでもあるような星で時間を無駄遣いしないようにと言われた。マービンの言う通りだと思う。でも火星で見つけた廃墟と水流に浸食された痕跡を思い返すたびに想像してしまうの。あそこにあった。あ、この辺で途切れてる。特に重要なことではありません。私の目的はグレー…うん、その通りだね。じゃあ最後のバグに向かって進む。最後。I don't think it's as simple as they're making it out to be. B さん、次のバグは相当危険なように見えますが。僕としては、君には危険な目に遭ってほしくないけどね。That's the thing you see, Quantum. それにしても、バグがこんなにおかしくなってるってことは、グレーシュに何かが起こったという事実を裏付けてるんじゃない？警告、警告。未確認ターゲット接近、自動防衛システム起動、休眠装置強制停止。何が起きてるの？損傷率 23.27%、 緊急脱出装置起動。グレッシュ、待って、この怪物たち。 These monsters! Oh my gosh!B さん、目的が明らかになった以上、もう隠れていないで表に出てきた方がいいのでは？おや？その言い方、僕が悪者にされてないかな？あなたは詐欺の才能に優れているとでも思っているのですか？結局のところあなたは誰ですか？どうしてグレーシュのことを知っているんです？それも仕事の内容まで分かっているようですね。あちゃー。
偽物探偵だと思っていたけど、どうやら洞察力はかなりのものだね。 Am I supposed to lose? Wait, am I supposed to run? おやおや、相当弱ってるみたいだけど、どうしてまだ権限が手に入らないのかな。 Oh, it drains the SP I get. 私が情報を見ているとき、バグに触れている隙を利用して精神を侵食していたのですね。もっと正確に言うと奪うんだけどね。別に大したことでもないし、ちょっとくらい聞いてくれたって。グレーシュに会えないのは残念だけど、安心して、彼女は無事だよ。わかりました。真相を知った以上遠慮はいりませんね。スンケ、回転。Bさん、茶番はここまでにしましょう。I feel like out of everybody, the one mind you don't want to try to take over is Fuha, because she has so much experience with that already. ああ、どうやら終わった。芝居に関しては、僕と同じぐらい才能があるみたいだね。では、この情報をどれぐらい改ざんしたのか、話してくれませんか？そんなすごい能力は持ってないよ。君が見たもの、聞いたものは全て事実。箱舟に残された録音も含めてね。まあここまで遊びに付き合ってくれたご褒美として、バグはちゃんと信じるかどうかは君次第だけどね。まあアバターを貸してくれないなら、ここは一旦お別れとしよう。 Without the light closer that is V disappeared in the blanket of white mist. まずは出口を確認しなければ。Like I said, anybody's mind to try to take over, Fuha's is like the worst. This before she was about to witness the truth, her heartbeat quickened. The myriad of thoughts pouring from her mind made her unusually calm at this moment. She was prepared.No matter what kind of form truth will appear in. グレッシュ、やっと見つけました。And that's where it freaking ends. Oh my gosh.It always ends in the worst places, I feel. There. See, the only one not level 26 is you. Wait. Oh, I have to increase your stuff.Okay. Almost max leveled her.
And now I switch. Because I also need to give all your skills up. Okay. I just realized I actually didn't throw your other point in. Let's just throw it there. And now what I'm going to do is these. I'm supposed to be level 4 for this. I am very much not level 4 though. 任務開始します。 Like, that took less than 30 seconds. And now we go modest. Get as much of that candy stuff as I can. Like, you get me to start with my ultimate, and I kill everything within 20 seconds. 16 that time. And go. Level 20. And then I'm going to switch to a different one. I just have to have over 40 seconds left to get the top tier thing, which should be no problem. I say, and then it might be a problem now. No, it still took less than a minute. Nimmu kanryou desu. That got me 360 more of these right there. But I'm gonna go over to Thunder now. As you. Okay, this guy takes longer. I should have actually done the other one, I think. Head.
でしたね。That's another 120. If I really push for it, I can get the stigmata thing today. I'm switching back to the recommended one though. When generating within range, when dealing damage with combo attacks. Okay. Because I'm 1800 away. I really don't understand how to use this battle suit compared to the others. And I don't know why that is completely. Okay, let me just quickly go over here. Yep, all the way to 2400. I only need 1600 more, which I can get today. Let's go with fire first though. Actually, it's only 100 I get, not 120. What was I thinking? Yep, everything's on fire. Even I am on fire. まあまあでしたね。Yes, it's 100. I'm not sure where I was getting the 任務開始します。other number from.I just sent two phoenixes at him in a row. I didn't know you could do that multiple times in a row. 任務完了です。Like, I don't understand any of the Fuha battle suits besides what I've done in this actual thing. See, I am now...Less than 1400. Let's try this. This one is the 120 I was thinking of. This is. I'll use the pre-battle skills. Fire, lightning, physical fire. Got it.
Sorry, just don't use the ultimate. Just...位置につきました。That wasn't too hard. まあまあでしたね。Advanced is then 23, gives me another 120. Excuse me, a 29.And I only need another 1100. Actually messed that up.No problem getting in under the time limit, it's just it's gonna be one of the longer ones still. Take a full minute.And so I need another 1100, and I have enough for the stigmata.Let's go back over here, go to the hard mode. Nimmu kaishi shimasu.So I have to use everything the moment it comes online. Including the ultimate and everything. That I'm saving for when the next wave starts, though. All this for 100 points. Then I only need another 1000, I guess, though.I only need another 1000 points. Which I can get 200 from this.
4, 6. So if I do all of these, I'd have exactly enough. But what I'm going to do is I'm going to go do this. Oh. That's depending on score. Got it. Let's quickly go do these then. Or I can only do one of these. Never mind. Actually, I'm just gonna take one of my stamina things. Phoenix. Same stamina. Start. 任務開始します。 Realized a lot of this is just press the same button repeatedly. Okay, this one takes so freaking long. I think the problem is that they're resistant to my typing. Because you see the down at the top? That means I should have used the other guy instead of this one. There's two more for me to do. This one's all around and it's only level 22, so yeah, that's no problem. 任務開始します。 Now there's only one more left. Wait, that didn't get any. I see.
That is now only for leveling them up. Which, I'm gonna level you up because you have... There, now you're maxed. And I'm gonna go max the fire one. Or, no, actually, I won't be able to max it. But it's almost maxed. Now let's grab the wards I have so far. So I only need 820 more. Which, after taking this one, I would only need another 920, not 820. Change the color of other enemies' weaknesses to the same. Okay. Going pretty good. If it wasn't for the fact that literally every one of my types wasn't good against them. Yes, and now sword from the sky. I'm not getting the full reward on this. At least I don't think I am. If I get really lucky with my... Because I have to kill it within 10 seconds. Oh, come on. I was... just... 8 seconds off. And because of that, I only got 80. Let's try going here. Get as many as I can. If I can get the full 200. That'd be best, but if not, it's not the end of the world. Mission
I'm doing pretty good, I think. I think I can get the full 200. Yeah, I am kind of ripping through this guy pretty quickly. And it's dead. Took 1.5 minutes. So I don't think I'm actually going to be getting it today, because I'm not sure if the rest of them I can do today would be enough to talk me over the point. Three 360, which force is completely done. There's nothing else I can get from there. I can get 400 from here, would top me up to 3760. 3860. Yeah, I can do it barely. Nimmu kaishi shimasu. Which I'm saving that fire for when the next wave spawns. Which immediately gets to the next wave. And then Phoenix it. There. I'm just gonna skip right to the final fire. Oh, recommended Azure Imperia. Thank goodness I noticed that before I started. This is actually really good. Come on, fire thing. There. I'm only a little bit off now.
使命を果たす、守ることが私の唯一の使命です。Which, yeah, I can get it today. I am literally 340 off. Which, after this one, it's only going to be 240. 妖獣を倒し、神州のせっ、せっや、せっや、や、や、た、や、や、た、潮時、や、炎上の光。Please just die. やった。や、やった。や、や。Which I'm saving that for when the next wave spawns. や、や、しよた。や、せっや、や、せっや、た、や、せっ。五行創生、万物となれ。た、や。It pulls them in, which is the best part of that move. Yeah, 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 y聖濁を分かつ、咲きし花はやがて土に変え、妖獣よ、散りなさい。 Which now I literally only need 240, which I'm gonna do it this way. Shadow Knight or Knight Squire. Okay, so I need these three.任務開始します。Ooh. I just realized I picked the wrong character for the starting one. 9,000 points, I think. Yoju o taoshi, Shinshu no sek ya ta ya ya ta ya ya ta ya Gogyo sosei, Bambutsu to nare.There, I'm back to the character I should have been at. Why is it Helmaru the final boss?That feels a bit weird to me.
五行創生万物となれ。 Oh well, it's dead. はあ、位置につきました。9,547. That should be enough for what I needed. $315. And thus, I get the event limited stigmata. It's not actually going to be any worn on anybody, but I have it. Plus, I get lots more of these. I just have to do this a bit more off screen. But yeah, next time, we're going to be doing the side stories. That is literally all we're going to be doing next time. Because that's all that's left in this. But yeah. Thanks for coming to the stream. I hope you enjoyed. And I hope to see you again next time. Goodbye.